小山国武は、日本の政治家、農学者、落農家、企業家。専門は、畜産学。長野県小室市出身。1959年北海道大学農学部、畜産学科卒。アメリカイリノイ大学大学院修士課程修了。長野県飯山市長。1959年、落農学園大学落農学部助手の後。 アメリカのイリノイ大学大学院修士課程修了し、修士号を取得。再び落農学園大学に戻り、同落農学部専任講師。1969年の畜産業、進行実践のため落農学園大学を退職し、長野県飯山市藤沢地区に入職同地区にあった実験農場を譲り受け、乳牛などの落農経営を始める。その後、 落農家をする傍ら、飯山市農業委員会会長や飯山市、自然保護審議会会長などを務める。1990年農林水産省の主導で、発足した21世紀村づくり塾理事や同塾100人、委員会委員に、檜垣徳太郎、木本の子らと共に就任した。同年、落農経営を共同経営者に譲り、飯山市長選に出馬し、初当選。 以後連続3期務めた。2002年に優退。2009年現在、新州味噌株式会社代表取締役社長。父は、衆議院議員、初代小室市長、参議院議員の小山国太郎。洋画家の小山慶造は王子、衆議院議員の井出勲佐生は追いにあたる。2002年に、内閣府より観光カリスマに認定、現在政治家任命時点。 ありがとうございます。